ようこそお参りくださいました。武田正文の仏心チャンネル、お仏壇シリーズでございます。いろいろ解説してまいりましたが、おそらく皆さんまだまだわからないとこいっぱいあるんじゃないかなと思います。今日はお仏壇についてお話ししていこうと思います。お仏壇というのは、ご飯、見えますか？この真ん中にお仏壇お供えしてあるのと、こちらの右側左側と3箇所あるのがお仏壇でございます。この器があってですよ、この仏壇器があってですよ、そこにこう丸く作るのはなんとなくご存知じゃないかなと思うんですが、丸くするのわかるかな？これ見たことある人はピンとくると思うんだけど、初めての人どうやってお仏壇こう作っていいかわからないっていう風になってね、結構難しかったです。で、京都の御本山だとですね、もうお仏壇のもう大きさこんなんですからね。ですごいですよね。で、お仏壇作られる方はですね、もう触らないそうです。しゃもじで作って、息もかからないように、怪我さないようにこう作っておられる、もう職人芸ですよね。なかなか私たちそこまでいかないんですが、まあ、お仏壇皆さんね、こう作るときにちょっとなんとなくこう丸く作る、でそれをこうお供えするということなんですが、お仏壇というのはね、まあ、いろんな意味があるんですが、私たちが、主食として大事に、いただいているお米、このお米も命でございます。この大事な大事なお米をですね、仏様にお供えして、私たちがねご飯をいただいていることに感謝をすると、でその仏様にお供えしたお下がりを私たちはいただくというような思いでお供えいただけたらと思うんですが、まあ、いろんな意味があるんです。丸く作るでしょ。これね、蓮の花のつぼみというふうにも言われているそうでございます。で、蓮の花のつぼみで、仏様ってね、お浄土に往生するという言い方をします。私たちが、この生まれてきた人生終わった時に亡くなられて、今度は亡くなられた方はお浄土に往生する。往生するというのは往復の往に生まれるという字を書くんですね。なので、私たちは浄土に生まれなきゃいけない。じゃあどうやって生まれるのかということなんですが、仏様はね、この蓮の花のつぼみの中からお生まれになるそうでございます。ですので、このお仏壇というのはね、蓮の花のつぼみ、お仏壇をご覧になった時にはですね、このつぼみから、開いた時に仏様というのはお生まれになるんだなと、先に亡くなられた方は、蓮の花からお生まれになったんだ、そして私たちが命尽きる時には、こういうところから生まれさせてもらうんだなと思いながら、命に感謝してお供えするというのがお仏壇でございます。で、うちのお仏壇はですね、お明号なんですが、皆さんのご家庭で映像であったりお木像があるとですね、足元をご覧になってくださいます。阿弥陀様の足元がですね、花の形になっていると思う。あの仏様というのはお浄土ではその花の上で、蓮の花の上でお過ごしになっているそうでございます。そういった意味も込めてお仏壇をこうちょっと丸く作るということなんですが、時々質問いただくんですよ。真ん中だけでいいですかとか言われるんですけど、ぜひですね、3箇所お供えくださいませ。真ん中だけでいいですかって、はいそうですともちょっと言いにくいんで、まあなかなかね、時間がなかったりとか難しい時は、まあ、真ん中だけお供えしてね、お供えした気持ちになっていただいてもいいんですが、できましたら、3箇所ねお供えいただきたいなと思ったりします。それからですね、お供えしたものをいつ下げるかというのが意外と難しかったりするんで、もうお供えされてお参りされたら下げていただいても結構でございます。1日も2日もずっと置いておくものではございません。 お下がりですからね、お供えしたら皆さんいただいて結構でございますので、そういうつもりでいてください。お仏壇というのは私たちがいただいたもの、これから命いただくものを感謝するために一度お供えして、仏様にお供えしたものを今度私たちがお下がりでいただくというような考え方をいたします。ですので皆さん、誰かから贈り物をいただいたものはまず仏様にお供えして、それからそれをみんなでいただくということを習慣にしていただけたらと思います。そうするとですね、何かもう食べ物をねいただいた時、まあ、これはこれでありがたいんですよ。感謝するでしょ。だけどさらに仏様にお供えしたら、仏様からいただいたことになる、よりありがたい。で、私たち人からもらったって言ったものがね、100円かな1000円かなっていうこと気になる。そうじゃない。仏様からいただいた時には、私たちが口にするもの、食べるものは全て私たちの命にね、何か他の命がなってくれてる、でそれに感謝をしなきゃいけないんだ
という気持ちに仏様からのお下がりの時にはなれるんです。どうか何かいただき物があった時に仏様にまずお供えしてから私たちもいただくということをね、ぜひ習慣にしていただいて、子供さん、お孫さん、どうかですね、これを習慣にしてくださいよ。何かね、もらったものをすぐ食べるんじゃなくて、仏様にお供えして食べ物というのはありがたいんだ、命をいただくことなんだ、いただきます、ごちそうさま、大事にしなさいねという話をお仏壇の前でしてくださいます。それがご家庭でできる、とても大事な命の教育になってくると思ってます。お仏壇の中にはその一つ一つが仏様の願いが私たちに届くようにということが示されております。どうかですね、そのお心を聞いてお仏壇の大切さ、次の世代に伝えていっていただけると嬉しく思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。ご質問ありましたらコメントくださいませ。それではまたのお参りをお待ちしております。武田正文の仏心チャンネル、他の動画にもどうぞお参りください。